た神社前のファミリーマートがあって、さあ無事やってきましたよ。いや、変わらない街並みですね。これ渡って、ここがね、よいしょ、まさに七夕祭りの縁にもなってますね。マスミダ神社ですね。すごいね、立派なんで決まってますね、今年も。ちなみにこの真ん中に写ってるのが一民という一宮市のキャラクターです。マスコットの真ん中はいつもハートやった、あれいつもハートになっとったっけ、あれ思い出しやんけ。あの一宮タワーって131メートル、8メートルのね、タワーがね、だいぶちょっと木曽川沿い、先ね、行ったところなんですけどね、ありますんで、そちらの方にありますっていうことですね。で、あ、ここにやっぱ橋があります。歴史あるところにやっぱこういう橋がありますよね。メガネ橋だったりとか、いろんな言い方をしますけど。で、これね、松村神社も何にしてですね、松村神社といえば、これですね、お大臣。は、雨の方、あかりの御事ってことですね。天照大神の神のご尊神ということですね、ということでございます。ここももちろん相当古いあれですね、日本書紀とかでも、当然、地図が見られるということで、一宮と呼ばれる中でも相当、自信を持っての一宮の中の一宮だぞと、かなり力を持って言えるぐらいの一宮ですね。終わり一宮として長らく尊敬を受けています。終わりの国は現在の名古屋市、知多郡、愛知郡、春日部郡、三輪郡、羽振郡、中島郡、天間郡、山田郡ね、8郡を持って一国としていましたよと。でこの終わりの国8郡内には神社が多く存在しており、平安時代に編集された演技式最中間事務所には121座、ね、神社がありましたよということですね。で歴史的にも、復興優勝を深い神社が終わりの国に鎮座する中、増村神社が終わりの国一宮に、指定されているのは、朝廷から派遣された、国司が終わりの国に初めて入った際、最初に当社を、参拝したことによるとされていますということでね、それぐらいも歴史があると。でまあここもう何してね、よっぽどね自信なければそもそも一宮市って名前ね名乗りませんからね。ただね、一宮もね、戦後風習が相当ひどかったしですね、実は私が、聞いたことあるので、本当戦後すぐにね、まあ、一宮に住んでたんでね、の状況ね、知ってる人にも聞いたことありますけど、一宮駅降りたら、木曽川まで見えたらしいですもんね、当時。うん、駅から。うん、別に高架になる前ですよ。うん、ね、っていうぐらい一面焼き野原やったらしいです。で、当然、皆さんもだいぶ、影響を受けましたということですね。で、昭和に、終戦を迎えましたが、その他一面の全国の調査の副住民まで、昭和天皇は11年2月の、神奈川金崎を開設に、被災地域や、家族を励まそうと各地の、ご巡行を開始されましたね。これは有名ですね。で、昭和21年10月23日に一宮市にも、ご巡行されているそうです。で、松見田神社、南東の一宮市役所旧本庁舎屋上において、復興途上にある一宮市内をご視察になられましたと。旧本庁舎は私もちょっとわからない。駅の多分近くこの辺りにあったんでしょうね。今はもうちょっと北側の方に移ってますからね。で、この時、昭和天皇の説明役を務めた吉田万治市長は、松宮神社の、被災状況と広く市民から、推計されている由来を少し説明するのを、藤井陛下からの確かに復興を、確かに復興をやりなさいとの言葉は、一宮市の象徴である、松宮神社の復興をなくして、一宮市の真の復興はないとの、確信のもと、吉田市長が昭和26年、松宮神社復興造営、法参会、会長に就任、以後3時にわたる、復興造営事業に、迅速されました、迅速されましたか、私確かに、ね、迅速でしたね。ご迅速と言いますもんね。で、隠して、氏子市民内外の、尊い、たっといか、
鉱山のもと繊維産業の攻撃にも支えられそう。ここは繊維産業で戦後それでバッカンバッカン栄えましたもんでね。で隅田神社は、旧来の姿を取り戻しましたよということで、今それであるのがこの松村さんってことですね。で七夕祭りはこんな感じでね、そう服飾にまつわる、いわゆる織姫様が祀られているというね、言われもありますもので、その流れで、もともと繊維にまつわるところっていうことで、まあ、この辺りに関しては美濃の大神寺ってお寺さん行った時にもね、その辺りのことちょっと触れましたけど、もともと木綿業盛んだったところで、その近代紡織の、技術がどんどん取り入れられて特に発展したのが一宮と、言って過言ではないでしょう。これは大事そうでしょうね。で東岡祭、松村神社の例大祭で、ここにもやってます。太陽暦の4月3日にやってますよということですね。馬祭りとも称され、こういうような、ね、感じで馬祭りで、やったりしますよということでございます。なんで金のシャチホコの取るんやとかね、それはだって終わりですから。忘れてはいけません、忘れてはいけません。名古屋から、ね、持ってきてるのではありません。終わりは名古屋、名古屋は終わりの一部ですかね。ってことはその配下のところにある城のやつとかですか、それは問題ないと、問題ないですね。なかった、ということで、さあでは巻いていきましょう。松村さん、いやまあここはでも本当にいい時とも立派ですけどね、この門も。よいしょ。ですごいでしょう。ここに至っては令和4年で御鎮座2650年なんですね。2650年ってことは紀元前500年とか、そうなんです。もうね、ここに来るってことはそういうことです。それだけすごく歴史のあるところです。ちなみにこれ祭りで出てるのじゃなくて、普段から多分これ屋台が置いてあるはずです。あれもう祭りやから置き始めとんのかな。大体ね、結構ね、来ると屋台あるのあるんですよ、日曜日とかやと。で、そうだ、取水を、で水を汲んでなかったね、まだ。いけません、いけません。こっちがくるくる回らないといけませんね。半時計、時計回りでね、回っていくといい感じに作ってあったかな、確か。そうそうそう、こっから入って、本当はだからくるっと来て、そのまま手洗って、あ、ここもこういうタイプになってますね。でお参りしてそのままスーッと去っていくといい具合できますよという、分かりやすい作りになっております。なんかこの子どっかに見覚えありますよね。あれだ、あの柘植の、なんていう名前でしたっけ、すっとでだじゃなくて、柘植にあった紀元前からあるっていう、すごい神社ありましたよね。あの神社のところにあったあれだ、案内と一緒のやつですね。昭和のにね、香りがしっかりとします。で、あ、もうあれか、ご祈祷とかの受け付けは終わってますね。そうそう、日曜日だったら別にここやってるはずなんですけど、今日はねもう時間が時間ということで、でこれは日の輪くぐりのね、はいはいはい、ここに要は松明を燃やして火の輪を作ってここをくぐるとっていう、やつですね。ちょっとでもなんか本当は八の字になってどうのこうのってなってたはずなんですけど、ぐるぐると回って、なんかこう八の字を描いてなんかとかっていうようなやつだと思うんですけど、今あれですね、多分コロナの影響であれですね。よいしょ。で、じゃあ、本日のところでちょっと思い出して。